アルミン、エレンのことどうするの？わからないよ。それにどうしようもないだろ。だからもうどうしようもないエレンのことなんか考える余裕はないよ。それくらいわかるだろ。エルヴィン団長がこの場にいたら、こんな無様に当たり散らしたりしなかったのにね。え？今、答えが出た。生き返るべきだったのは、僕じゃなかった。